ちはチャックバスです。今回はニューヨーク旅行に、における、ニューヨーク旅行のベストシーズンと、ニューヨーク旅行自体に何を求めていくかということで、まあ、基本的にはその行くシーズンですね、値段とイベント、そして季節を含めて話していきたいと思います。それでは値段の観点から見ていきたいと思います。ニューヨーク旅行自体は時期によって値段の方が劇的に変化していきます。で、最も安いシーズンですねは1月2月4月6月、まあ、この4月6月っていうのは1月2月ほどではないんですけども、まあ、安い部類に入るかと思います。まあ、1月2月がなんでそんなに安いのかっていうのは、まあ、ニューヨーク自体真冬ということで身動きが取れないぐらいの大雪になる可能性があります。あとは、大きいイベントが、ないっていうのも理由になるんじゃないかと思います。まあ、2月にバレンタインデーがありますけども、こちらは街自体が本当にラブ一色になりますので、まあ、これだけっていう感じですかね。まあ、小さいものはまあちょこちょこあるんですけども、まあ、こういう感じになりますかね。本当に1月2月のパックツアーは飛行機ホテル滞在日程全体で5日間っていうので、本当に8万円から9万円というツアーが HIS 等で出ます。本当に安いです。まあ、これは安いっていうのはそれだけの理由ですね。ホテルは、ほとんどが星1つか星2つの一番低いホテル、飛行機は、どの航空会社か、何日か前までわからないで、並び席で予約する場合には、プラスのチャージがかかってくるというのは、もう本当に何か追加したいなっていうのは全部チャージになってきますので、それも合わせて覚えておいてください。次に季節ですね。まあ、季節としては日本と四季があって本当に同じです。4月から6月頃は、過ごしやすく、6月末ぐらいから日本と同様かなり暑くなります。で、7月9月は本当の真夏。しかし9月の初めに私が行った時はもう9月の初め頭のゴールに行ったんですけども、まあ、日中は本当に暑くなって、夜朝は本当に肌寒いぐらい涼しくなります。で、10月から2月ですね、基本的にはまあ10月の終わりぐらいからですかね、もう完全な真冬になっていきます。吹雪も、氷点下にも、気を使った服装ですね。アウター本当にフード付きのダウンコートをお勧めします。本当に寒いです。私が1月に1回行った時は本当に豪雪にあってしまって、ほとんどホテルから出られないようなニューヨーク旅行になった経験もありますので、頭に入れておいてください。で、3月4月は、まあ、ちょっと朝晩、肌寒いぐらいで、まあ、そんなにすごい寒いっていう経験は私はしなかったですね。まあ、それもまあ毎年の気温ですからね、変動はあると思いますので、まあいろいろ対応できる格好をねお勧めいたします。はい、次にイベントを中心に考えた話をさせていただきたいと思います。ニューヨークにあたって、まあ、予約してからだと本当にどうすることができないので、まあ、これだけはよく確認してから予約することをお勧めします。基本的にすっごい大きいイベント、ロックフェラーセンター、クリスマスツリー点灯式、あとはハロウィンパレードなどはガイドブックに載ってるんですけども、それ以外のプライドパレード、セントパトリックパレード、イースターパレード、マーメイドパレード、サンクスギビングパレード、メイシーズの花火大会など、こういう細かくはないんですけども、まあ本当に一部の雑誌もしくは書かれていてもすごく小さく書かれています。こういうのは本当に事前に調べて、まあ一番最初にプライドパレードっていうのは6月の末にの土曜日か日曜日に毎年あるんですけども、そういうのも基本的に書かれてもすごい小さいです。ですがこの規模は結構すごいです。私このプライバーパレードっていうのは2回ほど見させていただいたんですけども、本当に圧巻ですね。行かれる方は本当にこのパレードよく確認してもらって、もし行く時期にパレードがある、もしくはパレードがある時期に行けそうな場合は、この時期に行くことをお勧めします。
この観覧自体は、ね、無料ですのでね、頭に入れておくことをお勧めいたします。はい、最後にまとめに入っていきたいと思います。まあ、ニューヨークに行くにあたって、何を優先するか、まあ、季節だったりイベントだったり値段、まあ、パレード自体が、まあ、あるかないか、そういうのもせっかくなら、ね、私としてはぜひ見ていった方がいいと思います。規模もすごい大きいですし、本当に何て言うんですか、また日本と違う感じがして本当にいいです。で、個人的に、まあ、パレードもすごいおすすめなんですけども、やはり一番、シーズン的におすすめしたいのはやっぱりクリスマスシーズンですね。まあ、街全体が本当にクリスマスバージョンと言わんばかりに変わってきて、まあ、私11月の終わり頃に一度行った時は本当にクリスマスの装いがちょうど始まるぐらいの時で、ちょうど観光に朝出かけてホテルに夜帰ってきたら、ロビーにクリスマスツリーが、ね、セットされてたりっていうのもありましたので、クリスマスシーズン、クリスマスのニューヨーク、まあ、想像していただけるだけでもやっぱりワクワクしませんか？私はするんですけども、まあ、難点としては、まあ、クリスマスシーズンがニューヨーク最も高いハイシーズンなんで、まあ、飛行機代もホテル代もですね、鬼のように上がってきます。まあ、それだけまあ綺麗な、ね、街並み、思い出にはなるかと思うんですけども、そこら辺もまあ予算があると思いますので、そこら辺も検討してみてはいかがでしょうか。本日の動画はこちらで以上させていただきます。ご視聴ありがとうございました。